どの口が言うてんの。産経新聞。2019年3月1日。文在寅大統領演説。日本とは協力強化。関係悪化に危機感。はぁって感じの記事。記事によりますと、韓国のムンジェイン大統領は1日に行った 3.1 独立運動の100周年記念式典での演説で、現在の日本を直接非難せず、協力強化の方針を明言した。悪化が続く日韓関係を考慮し、対日刺激を避けたとみられる。いや、韓国は敵やろ。3.1 独立運動も、まあ、皆まで言うまい、やけど。文在寅は昨年の記念式典で、日韓が2015年に対決で合意した、売春婦のババア問題について解決していないとの立場を強調し、日本側の対応を批判。竹島の韓国領有も主張しやがった。で、今年はですね、売春婦のおばちゃん問題や、朝鮮半島出身労働者、強制労働させられたとか抜かしてやがる裁判のこと、竹島の韓国名を口にせず、被害者らの苦痛を癒したとき、日韓は真の友人になると、日本に協力を暗に求めた。いや、あかんやろ。何が苦痛やねん。こっちの方が苦痛やろ、ボケって言わなあかんで。で、どんどん悪化させていった方が、お互いのためになると思うわ。嘘800並べ立てられて、でたらめな謝罪と賠償を求められた、こっちの気持ちにもなれ、ポンテギーって言わなあかんで。聞き戻ろ。未来志向の日韓関係について、ムンジェインは昨年も強調している。ただ今年は国民を前に、朝鮮半島の平和のために、日本との協力を強化すると宣言した。いやー、協力なんかしたらあかん。ほっといたらええ。で、朝鮮半島出身労働者訴訟で、日本企業に賠償を命じた韓国最高裁の判決、日韓合意に基づく、戦争中の慰安婦と称する売春婦、バイタのおばちゃんのための財団の解散。海上自衛隊機へのレーダー照射。韓国国会議長の天皇謝罪発言。ほんま胸くそ悪いな。韓国が発し続けた過去の出来事により、日本の対韓世論は悪化し続けている。地獄の果てまで追い詰めてやりたくなるじゃんね。また、日本政府は独立記念日を控え、韓国渡航者に注意を喚起した。演説でムンジェインが見せたギリギリの反日配慮には、日韓関係の現実に対する危機感さえ伺えた。怖がれ怖がれって感じやんな。ムンジェインは日本との関係強化が、朝鮮半島の平和のためと指摘し、朝鮮半島の統一も遠くないとも訴えた。勝手に石化統一すればいいじゃん。私たちは高みの見物していたらいいだけの話ですけどね。北朝鮮をめぐり、経済など日本の協力が不可欠と認識していることを示唆している。ほっといたらええやん。うちら関係あれへんやん。韓国経済助けたらまた恨まれんねんから、助けることなく傍観者として、いや、おもろいなぁ、言うてみんなで情報を共有してる方が、ええやん。それで恨まれた方が楽しいやん。で、ラスト、ムンジェイン政権の韓国は、日本との合意や約束事を破り続けてきた。対日関係改善の意思が日本に受け入れられるかどうかは、韓国側の今後の姿勢にかかっている。今後の姿勢を正したからといって、あいつら嘘つくの得意やから、完全に見放した方がええぜ。石化統一していくねんから、チームコミンテルンにお任せした方が楽しいと思うよ。